テントルの登場です。温かい拍手でお迎えください。平成23年1月1日付で奈良県マスコットキャラクターに就任。なんと今年で10周年です。バレンタインとお誕生日を兼ねてこの画像書から作ってきました。ぜひ味わって食べてください。